で、どうしますか、様。いえ、山田一郎君。このままここにいてもどうしようもない。そこにいるのが山田一郎と仮定して喋るが。おう。様時の体に山田一郎の精神が入っていて、必ずしも貴殿の体に様時の精神が入っているとは限らないのではないか。うん、確かにそうですね。この非現実的なことを信じるのであればですが。確かにな。考えても始まらねえ。俺に会いに行ってから考える。そうすれば前に進む。そうですね。それじゃ私も行きますよ。召喚も行こう。手伝ってくれるのか。あんなのでもうちのリーダーですからね。今のあなたでは調子が狂う。ああそうだ、サマドキは機関棒だが我々の大事な仲間だ。それに貴殿にも仲間はいるだろう。ありがとうよ。ボロボロじゃねえかよ。一体どうしたんだ。そいつを通し。ほら、邪魔すんじゃねえぞてめえら。俺様は様時だっつってんだろうがよ。この声は。あ、俺様がいたぞ。ジロー、サブロー。え、に、ショウ、青ひつぎ様時は僕らをあんな呼び方しない。てめえは一郎か。ああそうだ。やってることはいつもと変わらないが、中のやつがあべこべか。ややこしいな。本当にあの中に入ってるの兄ちゃん。目の当たりにしても信じがたいよ。おい、こらてめえ、これはどういうことだよ。ああ、そんなこと俺がわかるわけねえだろ。早く戻しやがれ。ふざけんな。やめなよ兄ちゃん。冷静になりましょう一二。無益すぎる争いはよしなさい。サマトキ、少し考えればわかるだろう。そんなことをしても意味がない。バカ野郎、俺は一郎だ。